モーリス・ルベル作。田中さなえ役。小時期。夜は刻々に暗くなってゆく。一人の老いぼれた小時期が、道端の溝のところに立ち止まって、この一夜を野宿すべき、格好な場所を物色している。彼はやがて、 一枚のアンペラにくるまって身を横たえると、小さな包みをば枕代わりに頭の下へ押し込んだ。そのアンペラは彼にとってほとんど街灯の代用をなしているものであるし、またその包みは年中杖の先にぶら下げて持ち歩いているのである。 彼は上えと疲れでがっくりと青のけになったまま、暗い大空にきらめく星くずを打ち眺めた。街道はしんと茂った森に沿うていて、一っ子一人通らない。鳥は皆ねぐらに帰ってしまった。向こうの村は大きなどす黒いシみのように見えている。 老子時期は、こうした寂しい場所にじっと寝転んでいると、なんだか悲しくなってきて、喉に大きな塊がこみ上げてくるのであった。彼はまるっきり両親というものを知らない。元来捨て子だったのを、ある百姓に拾われて、しばらく育てられたが、また捨てられてしまった。 それで子供の時分から、路傍に物乞いして、やっと生命をつないできた彼は、生きてゆくことの真苦を嫌というほど舐めさせられたのである。それに日陰ばかりをくぐってきたものだから、世の中については悲惨ということの他には何も知らない。長い冬の夜は、 水車場の軒下で明かすのだ。彼には物乞いをする恥とむしろ死にたいという望み。再び冷めざる眠りに落ちたらいかに楽だろうという憧れがあるだけで、その他に何の考えとてもない。世間の全ての人が彼に対してつれなくも疑り深いのだが、 一等困るのはみんなが彼を怖がっているらしく思われることである。村の子供らは彼の姿を見ると逃げ隠れるし犬どもは彼の汚いボロ服に吠えつく。それにもかかわらず彼は他人に対して悪意というものを持ったことがない。 貧苦のために血丼になったとは言うものの、元来撲突で優しい気性を彼は持っているのである。彼は今、うとうとと眠りかけたが、ふと向こうから馬の鈴の音が聞こえてきた。顔を上げると、明かりが一つちらちらと街道を動いてくるのが見える。 彼はぼんやりその明かりを見つめていると、やがて一台の大きな荷車と、それを引いている一頭のたくましい馬が、はっきりと見えてきた。その荷馬車は非常に高く荷物を積んでいて、街道いっぱいに塞がっているようだ。そして一人の男が鼻歌を歌いながら、 馬のそばを歩いている。歌はじきに途絶えた。と、道が上り坂になっていて、ひめの激しく石に触れる音がする。孫はぴしゃりぴしゃりと鞭を当てながら、とんがり声で馬を叱り飛ばしている。それ、しっかり荷が重いものだから。 馬は満身の力を絞って首が精一杯に前へ伸びる二三度立ち止まって膝を折りそうにしてはまた立ち上がるそしてその度に肩のあたりから後ろ足へかけて恐ろしく緊張するそのうちに曲がり角へ来て馬車はぱったりと立ち止まった 孫は車輪に肩を当てて、両手で矢を押しながら、それ、畜生し,しっかりと、一層激しく怒鳴る。馬はあらゆる筋肉を引き締めて、懸命に前へ引き出そうとするけれど、車台は微塵も動かない。こら、しっかり馬は、 おもにのために後ずさりをするのを防ごうとして、ひずめに込めた満身の力で震えながら、足を広げ、鼻息をふうふう弾ませている。その時に孫は、溝の淵に半身を起こしている小敷を見つけて声をかけた。おい大将、手を貸してくれないか。しょうがどうしても動こうとしない。 ここへ来て一緒に押してくれ。小時期は起き上がった。そしてその弱い力のありったけを振り絞って後押しをやった。こら、よいしょ。孫と声を合わせて怒鳴った。けれどもダメだった。小時期はじ期にぐったりと疲れてしまった。 それに、馬がかわいそうでたまらなくなった。少し息をつかせておやりよ。これじゃあ荷が重すぎら。重いことがあるもんか。こいつ育児がねえんだ。わがままをさせると癖になるからダメだよ。さあ、畜生、しっかりしろ。大将、石を一つ拾ってきてくれ。 車がずらからねえように止め石に使うんだ。そしてハス掛けに登らせよう。小時期は大きな石を一つ拾ってきた。こうするんだ。と、孫は言った。俺が後押しをやるから、お前は馬の首を左の方へ向けて、無知で足をうんと引っ張いてくれ。 そうしたら動くだろう。無知で打たれる苦しさに馬はもう一度激しい努力をやる。ひずめで小石を蹴るたびに火花が散る。その息その息。はすかけに引き出そうとして馬がうんと一つ踏んばったので孫は閉めたとばかり止め石を当てるために 車体の下へかがんだ拍子に足が滑った。と同時に馬がたじたじと後ずさりをしたものだから孫はあっと叫んでぶったおれた。彼は仰向けになったまま今にも胸へのしかかろうとするわだちをば両手で精一杯に支えている。肘がその重さで地面へ食い込み 顔面は引きつり、目は吊り上がっている。彼は苦しい声を振り絞って。馬を前出してくれ。俺はもう引かれそうだ。小時期は見なくても想像でそのありさまがわかった。そこで彼は、家事を引っ張ったり、鞭で引っ叩いたりして、 一生懸命に馬を出そうとするけれど、すねた動物はかえって膝を折り曲げて、どたりと横倒しになった。と、車台が前のめりして、かじ棒が地面にくっついた。カンテラがひっくり返って火が消えた。あとは若年たる夜の闇で、なんの物音もなく、 ただ馬の鼻息と共に、孫が行き詰まるような声で、馬を出せ、前出せ、とわめいているだけだ。が、小時期はどうしても馬を立ち上がらせることができないものだから、諦めてしまって、今度は孫の方へ行って、彼を救い出そうとした。しかし孫は、 もう一二インチで体へ触れそうになっているわだちをば、両手に込めた満身の力でわずかに支えているけれど、今に性魂が尽きると引き殺されるのだ。とても身動きなどできるものでない。それは自分にもよくわかっていた。だから小記が鏡かけたのを見ると、慌てて怒鳴った。 俺に触っちゃいけない。触っちゃいけない。それよりも早く村へ駆けて行って、俺の家へ知らせてくれ。リュシャって言うんだ。村の右側の突っかけの家だ。早く助けに来いと言ってくれ。まだ十分間は支えていられそうだ。早く、早く。小時は夢中になって駆け出した。 丘のぼってまっすぐに村のほうへかけていった。村ではどの家もみなよろいどがしまっていて、街道はまっくらでひとっこひとり通らない。犬どもは彼のかけてくるのをみるとはげしくほえたてた。が彼はむちゅうでなにもきかずなにもみなかった。 丘の下で引き殺されそうになっている男の恐ろしい幻ばかりが目先にちらついた。小時期はやがて立ち止まった。街道はそこから平坦になっている。右手のつっかけに一軒の百姓屋があって、窓の隙間から一筋のほかげが漏れている。この家に違いない。 彼はこ骨でその鎧戸をどんどん叩くと。帰ったのか、ジュール。中から声がする。だが、古事記は息切れがしているので、返事ができない。やたらに叩くばかりだ。と、やがて寝台のきしる音と、床に足音がした。それから窓が開いて、 眠そうな百姓がほかげへぬっと顔を出した。帰ったのか、ジュール。その時小時はやっとものが言えるようになった。うんにゃ、俺だよ、あのね。けれども百姓は皆まで言わせなかった。 てめえ、なんだってそんなところにうろうろしているんだ。夜夜中に人を叩き起こしやがって。ぴしゃりと窓を閉め切って。宿なしめえ、ろくでもねえ野郎だ。この邪険な声と仕方にびっくりして、小時期はそこに立ちすくんだまま考えた。俺のようをなんだと思ってるんだろう。 俺は何も悪いことをするんじゃなし、叩き起こしたっていいじゃないか。奴は何も知らねえんだな、かわいそうに。彼はまた、恐る恐る鎧戸を叩いた。まだぐずぐずしているか、畜生、とっちめてやるぞ。中から今の声が怒鳴った。開けてくれ。 帰れ帰れ。うん、にゃ、開けてくれ。その時、すさまじい勢いで再び窓が開いたものだから、小敷は面食らって飛びのいた。百姓親父が感釈を起こして、鉄砲を持ち出したのである。俺の言うことが聞けねえか、小敷め。ぐずぐずしていると、鉄砲玉食らわせるぞ。 続いて寝床の中から怒った女の声で、打っておやり、人助けになるよ、本当に。宿なしなんか盗みでもするよりゲイがありゃしない。盗みどころか、あいつらはもっともっと悪いことをするんだよ。小時期は重口を向けられると、ぎょっとして暗がりへ隠れた。彼は思わず身震いした。が、 恐怖のためにちょっとの間忘れていた哀れな孫のことをまた思い出した。今頃はあの街道で七天抜刀の苦しみをやっているだろう。そう思うと邪険なこの親父がたまらなく尺に触ってきた。たとえ食べ物や寝床が欲しさに戸を叩いたとしても、 牛小屋の隅のわらどこへなりと寝かしてくれたっていいじゃないか。犬に食わせるパンのかけらぐらい分けてくれたって良さそうなものだ。いかにボロ服を着ておればとて、金持ちの奴らが俺を殺そうと脅かすなんて、あんまり馬鹿にして嫌がる。そう考えると、一種の凶暴な怒りが全身を走った。 彼は杖で鎧戸をしたたか叩いてやろうとしたが、ふと思い返して。いやいや、そんなことをやると、あいつ発砲するぜ。声を立てると、村の奴らが起きてきて、俺を半殺しの目に合わせるだろう。俺が何を言ったって聞くもんか。どこへ行っても手を貸してくれる奴なんかありはしない。 俺がひどい目に遭わされるばかりだ。彼はちょっと考えた後で、人手を借りずに、もう一度あの男を救い出す工夫をしようと決心して、元の場所へ引き返した。彼は狂気のように駆け出した。あれからどうしたんだろう。あそこで惨めたらしく死んでいるのではあるまいか。 こうした恐怖が彼に若者のような足の力を与えた。荷馬車のあったところへ行くといきなり声をかけた。おい。返事がない。おい、どうした真っ暗で馬は見えないけれど、稲泣きを頼りに行ってみると、元の場所から少し下がったところに、 馬は相変わらず横倒れになっていた。車台がそれだけ後ずさりをしたのである。おい、おい。小時期は身をかがめて、檻から雲間を漏れた月明かりに透かしてみると、かの孫は両手を十字架のように広げて、目を塞いで口から血を吐いていた。 そして思いわだちはちょうど軌道にでも乗ったようにぎっしりとその胸に食い込んでいた。小時期ははかなく死んでしまったこの男のためにもう何の助けにもならなかった。と、ますますこの男の両親の仕打ちが腹立たしくなった。 俺は仕返しをするんだ。小時はもう一度かの百姓屋へかけていった。今度は鉄砲なんかを眼中に置かないで、むしろ一種の残酷な喜びを持って、さっきの鎧戸をガンガン叩いた。帰ったのか、ジュール。小時は黙っていた。 やがて窓が開いて、親父の顔が出て、再び同じ問いを繰り返したとき、彼はやっと答えた。うんにゃ、さっきの小食だよ。お前さんとこのせがれが、街道で死にかかっていたから、知らせに来たんだがね。すると母親のおろおろ声が、 親父のそれとこんぐらかって。な、なんだってこっちお入り。早く、早く。だが、小杉は、帽子の日差しをまぶかに引き下ろして、騒いだってだめだよ。さっき俺が来たときに慌てなければならなかったんだ。お前さんとこのせがれはな、かわいそうに。 重い荷馬車を胸に乗っけているぜ。捨て台詞を言って、のっそりと歩き出した。早く早く、とっさん。母親はわめきたてた。かけていくんだよ、かけて。父親はあたふたと着物を引っかけながら怒鳴った。場所はどこだい おい、行ってしまっちゃダメだよ。聞かしてくれ、御章だから。だが、小杉は、例の杖をしょって、早くも闇の中へ消えてしまっていた。辺りはひっそりと静まり返って、答える者とてはただ、人声で目を覚ました御鳥が、馬小屋市の上でけたたましく鳴いたのと、 首を高くもたげて、月に遠吠えする犬の声ばかり。